スイーツ情報がすごいんですよ。いつもお会いするときに美味しいものを僕は食べないんですけど、話題になってたりとか並んでたりとかする店のやつを買って差し入れとかする。そう食べないのに持ってくってすごくない？そうなんですよ。もうそういう気配りがモテたくてしょうがない。モテたくてしょうがない。人に与えてこう喜ばれるのが好きなんですよ。っていうのとモテたいっていう。男にはあまり差し入れしないどこもね、マリトッツォとか急にもらってもね、一緒に食べましょうか、俺食べないんだよあれみたいな俺も30になる